こんにちは、カウンセラーの山手美です。今日はこれね、真実を言われると傷つくから癒されねえじゃんみたいな話しようかなと思います。あのですね、基本的にやっぱり悩んでる時って大体他人軸です。だからパートナーがこれをしてくれない、あれをしてくれない、こんなこともやってくれない、こんなこと言ったみたいな感じですね。もう反応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 です、全部で。なんか自分が正しい、私は正しくて間違ってる、あの人間違ってる、でそういうことばっかり起こります。まあ私の場合はあれですよね、だからセックス浮気みたいな、なんかそういうお金と権関係でね揉めたりとか、私正しいやんみたいな、であんた間違ってるじゃん、それどうにかしてよみたいな感じでですね、ずっとやっていくんですよ。で、まあそれね、全部やると、まあ、カウンセラーとかにもやりますし、親にもやりますし、全部そうです。私もそういうことあります、何度も、あなたのせいでみたいな、気分悪くなったじゃないみたいないやいや、だから気分悪いのはあなたで私じゃないんですみたいな、怒るじゃんみたいな、怒ってないですから、その勝手に解釈しないでくださいみたいな感じになります。で、自分が怒ってる人とかってやっぱり勝手に解釈します。怒ってるじゃんって解釈するし、それすごい強いことが多いです。でですね、やっぱりこう、これは絶対ダメとかそういうのもないんですよね、実際ね。だからその浮気絶対ダメとか、お金なくすの絶対ダメとか、なんかね、それをね、やっぱり一度乗り越えないとね、それを認めないとうまくいかないんですよ。で、その問題以上にあなたその人と一緒にいて楽しいんですかっていうのをみんな見ないんですよ。私すごい我慢してるじゃないみたいな、なんかすごいやってたんでわかるんですけど、誰も我慢してって頼んでないしなんですよね。で、やっぱ自分にね、まあ、こういった自信がないっていうか、なんて言うんだろうな、自分は正しくて相手は間違ってる、そして私はめっちゃ傷ついてますみたいなのが多いんですけど、それを見つめるのは苦しいことでもあります。だから最初のね、一番最初のヨガでもいいんですけど、最初の位置確認みたいな、他のカウンセラーさんとか言う時もあるんですけど、でそこを見ないとね、でそこを見るのははっきり言って下僕ですよ、下僕、本当にもう地獄です。だって自分こんななのみたいな。だからそのところで、まあ皆さんカウンセリングしていてもそうですけど、落ち込みますし泣きますし嫌です。だから気分がそんな最初から癒されて、マッサージじゃないんで、自分を見つめるって、それ自分のいわゆる、まあ、心のうんこと言いますけど、それを見つめることぐらい辛いことってないんですよ。だからなんかカウンセリングして、まあそれ初めてめっちゃ嫌な気持ちになってんやん私みたいな人っているんですけど、いやそりゃ嫌でしょ、だって自分の間違い認めたくないもんねみたいな、だからその間違いを認めたくない、その立ち位置確認をするのがすることが何より怖いですし、それを本気でされるとうれってなります。でそれをね、認められる人って分かってくれるんですよ。でもカウンセラーさんっていうのは普通は怖いから、そうですよね、本当大変ですよね、分かります分かりますって、まあ、あとこの国のやつとか、ほらやっぱクレーム来ると怖いやん、クレーム来たら、うんね、だから国の機関の先生とかは、まあ、やっぱりなんか大変ですよね、自己自分で決めてください、大変ですよね、本当に辛いですよね、もうそんなひどいことされたんですか、それはひどいですよね、それは大変ですよねって言いますけど、そうやって喜んでるうちは癒されないし、自分の立ち位置確認は絶対できないです。だからなんか嫌なこと言うなとか、この人結構厳しいなっていう人っていうのは、そのまあちょっとスパルタかもしれないですけど、そっから始まりますから、実際自分を変えるとか、それを理解してないとですね、もう勝手に
エミリーさんとこ行けば癒されてなんか気分良くなるんだなみたいに思ったらもう大間違いですよ本当に。あのそれはもう地獄を見ますっていう言い方をしたけど、だから自分の下方、自分が今までどれだけ自分をいじめてきたか、どれだけそのことによって自分が苦しんできたかっていうのを見ることは、自分の苦しみをゼロから見ることになるので、子供の、それは生まれた時の赤ちゃんの時からどんだけ自分が苦しんできたかっていうことなんですよね。だからね、なんかね、あのそんなに癒しを軽く見ないで不死っていうのもありますね確かに。だからそのいつまで経っても他人軸だったら他人軸だよっていう、そう、あので怒っあのまあ、ちょっとねそういうこともたまにあるんで、だからやっぱ覚悟 してきてっていうのもあるのかな、やっぱり。あとその立ち位置確認はすごい大切で、その部分っていうのを一人でやるのはやっぱり難しいんで、だから一緒にやるって私カウンセリングでやってるわけですよ。でそこで分かりました、私やっぱりそれやってましたってなると、そこから変化することができるので、それはもう地道な努力でしかないんですよ。でもね、そういう地道な努力をするのが嫌な人、瞑想するの面倒、もう3日も瞑想もしてないのにね全然癒されないとか言っても無理ですよそれ、はっきり言ってね。ちゃんと散歩して自分の人生を自分で確立しようって思わないで、あいつはやったこいつはやったってずっと責任転嫁していったらさあ無理です。なんであの本当に変わりたいと思えばね、カウンセリングなんか使わなくたって絶対変われるし、あの幸せになれるんですけどね、なんかそれを忘れているのと、うん、やっぱ承認欲求とか強いんだよねやっぱね。自分は優しくしてほしいみたい。それは自分でできます、自分を自分で優しくするのは自分でできますということをね、今日はちょっとなんか強い形で言いましたけど、いやそういう時もあんのよ、私もそういうね憤ることもあります。ということで今日もご視聴ありがとうございました。